はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気に集まりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、現在僕の体重はですね65キロ台でございます。まあ、ピーク時から考えるとね、実にね7キロの減量にね成功中でございます。成功中ですね。まあ、その成功中に対してね、テンションが上がっている状態でのね、まあ、今年一発目の、まあ、先日もお伝えしたんですよね、通院がね、ありましてですね、まあ、いつものようにこの行った時にですね、診察券を、まあ、自動再診受付機かにこう通して、次に採血の予約を取りに行ってから、今回はね、眼科の受診からね、スタートしました。で、まあ、最近のね、目の調子はね、まあ、そこまでね、よくはなくてですね、こう右目が霞んでると思ったら、まあ、次の日は左が霞んでるといったようにね、まあ、交互にこう、目が見えにくい日がね、まあ、年末ぐらいからね、ちょっと続いてたんですよ。まあ、特にね、乾燥がすごい日は、そういった目の違和感をね、あからさまにすごい感じていましたね。しかしね、その眼科行った時での視力検査や、その先生の診察してもらってる時っていうのはね、もうすこぶるね、順調なんですよ。なんか知らんけどね。まあ、時間帯とか、まあ、午前中っていうのもあるかもしれないですけども、その環境のね、問題もあるんでしょうし、湿度が高かったら、にね、するかもしれないんで、でもその先生からはね、この、まあ、視力も出てるし、今はその目の状態もね、少しは良くなってきてるんで、このままのね、目薬を続けましょうとね、もう何も心配ないよっていう的な感じでね、言われました。でも僕はですね、見えにくい時があることに対して、すごく不安でね、この、まあ、見えにくい時のためにね、こう少し強めのメガネを作りたいんですけど、って聞いてみたらですね、ってこうね、笑われて、そのままスルーでした。別に受けようと思って言ったんちゃうんですけど、まあ、そんなことする必要ないよっていう意味なんでしょうね。まあ、強めの目薬作るためにね、メガネ屋さんに行って検査するときにね、こうわざと見えにくいふりするのもな、どうかなってね、思いますからね。で、そしてね、その、眼科の受診が終わってからですよ、次は予約を取っていたその採血に行ってからですね、血を抜いてもらってですね、LTFU 外来というね、看護師さんとの面談です。面談っていうのが正しいんかね、わからんすけど、日常生活でのね、この、例えば違和感や体の状態をね、こう報告して相談する場所なんですけども、QOL、クオリティオブライフ、生活の質っていう意味なんですけども、それのね、その、まあ日常生活を順調に過ごせるようにいろいろ相談に乗ってくれるんで、こう何でも話せるのね、その何でも話せるんでね、すごい助かってます。まあ、ずっとこの僕のね、動画、このチャンネルを見てくれてる人たちならね、ご存知のことなんですけどもね、こういつも僕が時々その動画内でね、ちょっとわからないで先生に聞いてみますとか、病院に聞いてみます、電話してみますとかってね、言ってるでしょ。まあ、言ってるんですけど、その話を聞いてくれる窓口になってくれてる人たちなんですよ。二人いてるんですけども、どっちかが対応してくれるんです。で、そしてその LTFU 外来が終わって、そこで話した情報をですね、次は内科の先生に伝えてくれて、ようやく、内科の診察室に入るんですよ。ほんでね、その内科の診察室に入るとですね、真っ先にその採血の結果が出てるわけです。で、最初はそれについて話をされるんです。でもね、僕はですよ、テンション上がってますし、で、順調に体重を減らしていって、食事も改善していって、甘いものも食べてないし飲んでないので、絶対にいい結果になってると思い込んで、期待に胸を膨らませたわけですよ。まあ、しかし、先生の一言目はですね、こうでした。悪玉コレステロールと中性脂肪が下がってません。どっちか少しはね、下がってた気はするんですけども、先生からしたらね、下がってるうちに入ってなかったんでしょうね。そして間髪入れずにね、下がっているはずの血圧も測らされてですね、測らされててないのね、こう測ったんですよ。ね、測っててね、ピピー、先生を覗き込むわけです、こうやって。うん ?144、高い!ズバッとこう、切られました。
あ、でもね、体重はね、すごい褒められましたよ。体重が減らせれてることはね、頑張ってる証拠やから、このまま頑張って続けるように、とのことでした。まあね、そして一番の難関であるね、免疫抑制剤の分量ですけどね、その口の中のただれと目の症状がね、出てるということはね、骨髄移植の効果がね、しっかり出てるということなので、まあちょっとこのままの効果を、こう、維持して、る状態で体に慣らすためにですね、この分量、飲まなあかん分量はね、ちょっとそのままになりました。僕が飲んでる免疫抑制剤というのはですね、骨髄移植の副作用を抑えてくれる薬です。そしてね、内科が終わってですよ、前回の動画でもね、お話ししたね、歯科の虫歯の治療ですよ。まあ、地獄でした。本当にね。もう終わってね、しばらく受付で、こう、次回のね、予約のためにこう呼ばれるまでね、ソファーの上でこう、もう、いやーってこう、泣き崩れてました。本当にもう情けなかったですね、あの時は。そのね、模様はね、どんなことがあったのかっていうのはね、前回の動画見てください。もう下の概要欄に載せときますんでね。まあね、今回の血液検査はね、もっと良好だとね、思ってたんですけどもね、まあ残念な結果でした。まあ血液のね、細胞の中にはね、遅くてもね、4ヶ月で入れ替わる細胞がありますので、まあ、そこのことを考えるとですね、まあ食事の改善とね、まあ体重を減らしていくことに力を入れ出したのがね、言うてもまだ3ヶ月目なんですよね。なのでまあ来月にはね、いい結果になってるとは思います。まあ、それに向けてね、前向きに頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。